ゲオルギー・リボビチ・カトゥアール、またはジョルジュ・カトゥアールはフランス系ロシア人のピアニスト、作曲家。モスクワ大学で数学を専攻し、1884年に際立った名誉を得て卒業。その後まもなく家業に携わったが、結局音楽家に転じた。ベルリンでワグネリアンのピアニスト。 カール・クリント・ボルトに指示し、自らも、リヒャルト・ワーグナーへの系統を深めて1879年に、ワーグナー協会の会員に加わった。当時は、ロシア人音楽家にワーグナー嫌いの傾向が見られた、ため、ワーグナーへの忠誠を、きっぱりと誓ったカトゥアールは、勢い低い評価に甘んぜざるを得なかった。例えば、リムスキー・コルサコフ一派は、カトゥアールの作品をほとんど一個だにしなかった。 カトゥアールのピアノソナタや性格的商品集いくつかの編曲はクリントボルトの訓当のたまものである。最も有名なピアノ用のトランスクリプションはピョートル・チャイコフスキーの還元楽組曲第1番から女装と風雅の編曲であり、これはチャイコフスキー自身のお墨付きを得てユルゲン尊者ンから出版された。カトゥアールはクリントボルトの門人ビルボルクにも学んだものの その指導に満足できずに、1885年後半に、ベルリンのクリントボルトに、再び指示した。1886年の間モスクワに何度か、小旅行に行き、この間に、チャイコフスキーの面識を得ている。チャイコフスキーは、カトゥアールのピアノのための変装曲集に非常に打たれ、この青年作曲家に、作曲に専念しないと滞在になるよと語ったという。 学府出版社ユルゲンソンを紹介されたのも、この頃のことだった。カトゥアールは1886年になっても、クリント・ボルトにピアノを指示し続けたが、同時に、オット・ティルシュに学理と作曲を指示。ティルシュの指導法が不満で、フィリップ・ルーファーにくらえする。ルーファーの指導は短期間に終わったが、その成果は、弦楽史重奏曲に見ることができる。1887年に、 モスクワに帰郷、クリント・ボルトの推薦を得たにもかかわらず、演奏会ピアニストとしてデビューすることは断った。チャイコフスキーに再会し、グーベルトやセルゲータ・ネイフにもベルリン時代の弦楽四重奏曲を見てもらう。3人とも、これは面白い作品だが、テクスチュアに何ありだと述べた。チャイコフスキーから推薦状をもらって、サンクトペテルブルクに行き、 ニコライ・リムスキー・コルサコフに作曲と学理を指示できるように取り計らってもらう。チャイコフスキーはリムスキー・コルサコフにあててカトゥアールは非常に才能に恵まれているけれども真剣な勉強が足りませんと述べている。リムスキー・コルサコフは一度きりの指導でカトゥアールをレアドフのもとに厄介払いしてしまう。だがその成果は作品にのピアノ曲となって現れた。 レアドフの訓導によってカトゥアールは熟練した、大法や学識論を身につけるとともに、愛らしい、起草曲作品3などの商品を作曲する。モスクワに帰ると、アントガーレンスキーと進行を結ぶ。この間、カトゥアールは、弦楽史重奏曲、第2番と、カンタータ、ルサルカ作品語を作曲する。カトゥアールが、作曲活動に取り掛かったことについて、家族からも、 友人からも、また音楽家仲間からも支持されず、1899年以降は、ずっと絶望を味わった挙句に、田舎にこもり、ほとんど作曲から足を洗ってしまう。2年間の隠居の後で、すでに音楽界の友人とは、ほとんど疎遠になっていたが、陰遁生活の結果として、公共曲作品7が出来上がった。 1919年からモスクワ音楽院作曲家の教授に選ばれ、在任中に学理や作曲について論文を表した。作曲の皇帝にニコライ・ミアスコフスキーやドミトリー・イカバレフスキーがいる。今も変わらず無名のままではあるものの、ピアノ曲はアレクサンドル・ゴリデン・ベイゼルが、バイオリン・ソナタはダビット・オイストラフが録音しており、現在では、 マルカンドレアムランが積極的にピアノ曲を再評価している。カトゥアールの作風はチャイコフスキーやショパン風だった頃の初期のスクリアービンに似通ったところがあり、ガブリエル・フォーレを連想させなくもない。カトゥアールはビルト・ヨーゾのピアニストであり、超絶技巧や音色に対する鋭い聴覚を演奏家に要求している。おい、ジャン・カトゥアールは作家で音楽家である。 ありがとうございます。